ていう声で有名なストームトルーパーさんやっていきたいと思います。セブンスアニバーサリーの続きでですね、はーい、やっていきましょう。これね、まあ見てたらわかると思うんですけど、マイツムのミッション、なんか210とかを削ら倒さなくちゃいけないですっていうような時なんかには、もうこのストームトルーパーさんぜひ使っていただきたいですね。もう見てたら、なんでこういう時にこうザーグが2つもでっかいの出てくるんだ。はい。で、もう見てたらわかるんですけど、まあ、210個も壊さなあかんってなったら、やっぱり5から4に減らすスキルですね、使おうと思うんですけど、こう見てくださいよ。ほら、もう一気にこれでね、ザッ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 っていけるんですよね。で、これ調子いい時は本当にもう200個軽く超えていきますね。で、調子が悪くても180個くらいはもう簡単に、マイツム消してくれるツムになるんで、マイツムミッションをやるときなんかっていうのはもうストームトルーパーさん非常におすすめですね。まあ、ただ、ちょっとやっぱりその通常のツムって15個くらい貯めないと、そのスキル発動できないんですけど、まあ、彼の場合、彼女の可能性もあるけど、の場合は、その20個くらいちょっと一気に消さないと、スキルたまらないんで、まあまあ、それはそうですよね。こうやって優遇されるくらいツムが出てくるタイプのやつなんで、まあ20個くらい消さないとちょっとできないんですけど、まあ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 、それでもね、スキルはね、溜まっていきやすいツムでもあるんで、こう、ザッ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 っていくんで、まあ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 、マイツムスキル、マイツムのミッションか、をやるようなタイプの場合だったら、もう、本当に何回言うんだっていうのはおすすめですね。2種類のツムの場合って、なんか、本当は消したい、そのマイツムが、時々数が少なかったりとか、消すのにちょっと難しいパターンとかあったりするんですか。でもこれは絶対真ん中が、今もう皆さん見てる通りで、こんな感じで、もうね、本当にもう一方的にやられるためだけに出てきているっていう感じで来てくれますんで、はい。まあ、そんな感じでですね。でね、もう本当よかった、足りたもう私らしく、こう、ボムが1個足りずに終わりますわって言いかけたところにボムが1個作れたんでよかったですね。はい。そしてですね、最後、でっかいパスカルも含めて、消してくれましたんで、なんとかマジカルボムもいけましたしね、なんと、ストームトルーパーさん213個も消せましたんで、ね、その代わり他のが50個前後という、まあ、そんなところだったんですけれども、はい、マジカルボムも、のミッションもクリアできましたし、ストームトルーパーの使い勝手の良さっていうのも、証明することができましたんで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。